札幌市水道局は市民などから申し込みのあったクレジット払いの用紙400枚がシステム処理を委託している東京の業者に届かず紛失したとして謝罪会見を開きました。申し込み用紙400枚はレターパックに入れ今月9日に東区のポストに投函していました。再発防止として今後ポストに投函せず郵便窓口に持ち込むことを業者に徹底させると話しています。そこに